て見て。ん？おぉ！棚橋宏のカード。へぇー。カードゲームなの。あるんだ。今ならタダでできるんだぜ。タダなの？てかまあ、一応タダはタダなんだけど。なんと今リーグ戦で、スーピオのチームイエローパンチョスが2位に。え、すごくない？すごい。結構本気じゃん。結構頑張ってる。頑張ったよ。頑張りすぎじゃない？すごい頑張った。あの始まってますんですけど喋んないでください。始めてる方はちょっと出さなすぎたよな。でははい。急にしんとしたわ。おじいがペコってして映らないからね。はい、というわけで、うん、今週のテーマは何でしょう。じゃじゃん。月について。正解。では月について知っているうんちくをお答えください。私はカニ座なんで、あの月が主語、星というかなんで、かっこいい、すごい母性に満ち溢れた生き方をしています。そうだっけ。行く先々の人々をとりあえず積み込むような。そう、もちろん夕日のように。夕日のように素敵じゃない。そんな。そうよ。あなたは？私はね、ヤギ座だから土星ですね。ちなみにヤギ座の言い方は全ての組み合わせの中で一番ネクラなんです。やっべー、ネアカじゃん。え？あれ？わかんない。私土星の、うん、土星を食べるっていう妄想を、うんうん、満月の台風の日にずっとしてたよ。形が美味しそうってこと？あのパリッとしてそうじゃない？土星のさ、輪っかチョコっぽいよね。うまそうだよね。あれを刻んだら、あのガルボとかの並びに並べれると思う。並びに並べる。あるんじゃないですかね。はい。じゃあ、そんな感じ、どんな感じ？いやー、いきますか。うん。ゆみさん、ご機嫌？ご機嫌。まあ、なんでだろう。なんでご機嫌なんだろう。わかんない。全然わかんない。全然わかんない。ちょっと体調良くなってきた。あ、そうだよね。全然関係ないね、うん、これはね。関係ない。映して大丈夫よ。それでは吉川素直と夢見でもタルピオラジオイエーイイエイ。はいはい。というわけで今週はですね、中秋の名月が、はいはい、中秋ってどういう字？わかんね。わかってない。まあすごくいい月ですねっていう感じで、はいはい、らしいので今週のテーマは月となっております。皆様からのお便りを募集しておりますけど、月に関する思い出でも、月に関するうんちくでも、うん、思ったことでも何でも大丈夫、うん、というわけでぜひぜひ送ってください。普通お便りやお悩みも募集しております。というわけで、月といえばゆめみさんは満月のたびに具合が悪いみたいなことを一時期言ってましたよね。言ってましたね。それもね、やっと告白できたと思いきや、やっぱり体調悪いってか、こう気持ちがざわつくなって時は、うんうん、まあ満月だよね。へえ、うん、未だにね。あんまそういうのないね。うまい。お土産美味しい。よかったよかった。月のうんちく、たまに赤くなる時あるよね。あるね。光の何かで。君みたいにね。あれなんでじゃろ。君？卵の。あ、私みたいにっていう見方。そんな赤い時。今日の月赤いね。君みたいに。もっと赤くなっちゃう。うるさいよ。あのこっちうるさいよ。知らなかったわ。まあまあ。そんなわけでいろんな月のメカニズムなど教えてください。月の土地がどうとか。あるよね。なんかさ、うん、うちの社長も土の土地持ってるらしくて、土の土地リュウくんが持ってる土の土地と近所なんだっけ。うん、私も欲しい。なんかよくわかんないね。誰に金払うんだよって感じだよ、ね、いつ月がお前のものになったよ。本当だよ。だからそういうのイラつくよな。怒っちゃう。はい。うん、満月はどっちかというと元気が出ます。へえ、うん、
でも新月にピンクの紙に願い事を書いて、うんうん、月の光を浴びせるみたいなのはやってる。やってんの、うん、月の光は愛にメッセージピンクの紙じゃないとダメなの。うん、ピンクの紙でいいんだけど、うん、ピンクのオーロラ折り紙にして、うん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 、ちょっとなんかさらにいいね、メルヘン高めといた。うん、抱いてるファーファーが可愛い。ファーファーじゃないよ。ああの柔軟剤の違う違う違うそうでしたか、どっかで見たことがあると思ってたんですよ。なんだ今の服なんだよ、買ってあげたんだよ服。パンツ一丁だったから最近。まあ、スタートはパンツどれ？この前履いこのこれ以前に履いてた服がすごいなんかもう布みたいな服だったから。へえ。結構普通のパンツ。そうこれ太郎ちゃんがちゃんとかけてくれた。はいはい、すごい。ではでは皆様からのお便り、うん、もゆるっと読んでいきたいと思います。シェリーメイです。ダッフィーじゃない。シェリーメイ。台風で関東では中秋の名月は見れなかったね。嘘、見た見たよ。綺麗だったよ。めっちゃ綺麗だったよ。うんうんうん。じゃあ月から来たんでね。中秋の名月はここまでってなんか決まってんのかな。あ、なるほど、うん、時間が過ぎちゃったかもしれない、ね、満月だけど中秋じゃないよ。うん、それでははいはい呼んでいきたいと思います。お悩みはないから。すごいね。最近悩みがないんですけど。やめる？親悩みのコーナー。いや、みんな本当は悩んでると思うんだよね。言いづらいのかな。でも言っちゃった方がいいんじゃないかな。カモン。だってみんな私らぐらいにしか相談できないでしょ。友達いない。手で話してるけど。友達いないんだから聞いてあげるよ。ひどいラジオだ。それではお悩みを置いといて、普通のお便り、ふつおたのコーナー。その名の通り普通のお便りや、今日のテーマ月についてを読み上げていくコーナーでございます。ゴッホバッハさんからいただきました。ネムキウスさん、秋の夜長にこんばんは。こんばんは。先日の若ご飯のライブで若様スーさん、リスコさん、フーリちゃんの新ユニットスターアニスの発表もあり。お、スターアニスって名前なんだ。発表したんですね。ね、なんかライブで発表したんですね。そうなんだ。そうなんですよ、スターアニス。なんかね、スパイスの名前、うん、発火だよね、取ってきているらしいんで、いろんな意味がこもってシナモンようなんです。来週の月曜日からですね、アイカツというアニメが始まるんですけども、そちらの、オープニング、エンディング、主題歌の方をちょっと歌わせていただいてしまいまして、まあまあちょっとね、オープニングもすごいね。そうそう、小さな女の子向けのアニメということで、月曜の夜7時半。おお。大人の方はちょっと見るのが大変な時間かなと思いますが、みんな録画ができるから、うん、小さいお子さんがお知り合いでしたら、ぜひなんか見てみなよって教えてあげてください。ぜひぜひ。私はですね、月曜日祝日なんだよね。うーん、なの。それでね、プロレス見に行くの忘れててさ、うんうん、チケット取ってから、うん、これは私両国国技館からアイカツを見ないとみたいになっちゃった。ワンツースリーカンカンカンあ、流れた、いや、悲しいしっかりどっちどっちみたいな。チラチラチラ、アイカツ違うみたいな、ただ違うみたいな、わけがわからなく、まあ録画はするけどね、私も。ぜひご覧ください。生でね、うん、見るとね、視聴率も上がるしね。うん、あ、そっか。視聴率ってよくわかんないんだけどさ。わかんない。なんか決まった地域の。あー、そっか。自分が見ても無駄なんだっけ。わかんない。どうやって上がってるのかわかんない。どうなんじゃ。うん、あ、アイカツリンクを貼ってくれてる。ありがとう。ありがとうございます。で、電波組1000人、電波組や1000人署名を突破したアイゼン、コズミックなどに続くパワフル系ユニットの誕生でワクワクしています。パワフル系じゃないよ。多分可愛い。私たちはパワフルなんですけど、他のユニットもパワフルかって言われるとそうでもないかも。、うん、ちょっと若と私が入ってるからパワフル。なるほど。リスコもいるしね。あ、パワフルだ、うん、パワフルですけど、私たちはパワフルですけど、作品は穏やかなので、キラキラしてますので、
冬普段全くアニメを見ない僕ですが、アイカツは楽しみです。さて今夜のテーマ月ですが、月といえばまずロマンティック乙女モードなお二人ならば、夏目漱石が英語教師をしていた時、生徒が I love you を我君を愛すと訳したのを、日本人はそんなことを言いませんと言って、月が綺麗ですねと言った、あ、そういうことなのを思い浮かべると思いますが、なんというかこういう日本人の粋というか奥ゆかしさ、風流な部分はいいですね。古風な物事がタイプというわけではないですが、こういう言い方は日常リアステでも使っていきたいなと思います。例えばチェキをくださいというところ、ネムさん夢でもまた会いたいです。500円、そういうサービスは、あ、違うチェキを、チェキを、あ、チェキですね、はい、続きまして、え、今週エイタソ出勤なのという時は、秋の夜に祭り林の名残ねですね難しいちゃんか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 、わーい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 、名残ねですね遠回しにうるさいと言ってなことないよ。そして今日のディアメシは美味しいねという時は、モグラのおじさんが顔を出しそうですね。どういうことどういうこと、おじいがリツイートをしそうですねという意味。なるほど、なるほどね。あまり遠回しだとなんだか分からずえと言われ、いや、なんでもないですと真っ赤になることになりますが、たまにはそんな遊びもいいのではないでしょうか。なんだか月が関係なくなってしまいました。ではでは、ありがとうございます。ありがとうございます。いいよねそういうのね、うん、私とか言っちゃうか。2人の思い出を残させてもらえませんか。それは直接的だよ。逆になんかぐっさり言ってる。ダウニーの香りですね。いやいや、わかんない。つがいっていいですよね。ダメだよね。エロいよ。つがいっていいですよねって結婚してくれたことでしょ。ショットチェキって訳せないよ、難しいよ。耳に当てると音色が聞こえます。エイタソですか？3回ですよ違う、難しい。あなたの残像を手に取りたい通称っぽくないか。2人で影武者になりましょう。2人で影武者影を残せということですね。かしこまりました。なるほど、難しい、うん、トリとは言わず奥ゆかしい表現もそもそもそういうことで、そうよ、そうよ、これはね、そうよ、うん、パンヌピオの息よ、息よ、それでは続きまして、トモロックさんからのお便りです。ネムキヨシヤさん、パンヌピオバは、パンヌピオバは、月にまつわるエトセトラということで、いくつか。満月は東京のあたりだと夜の11時ぐらいに一番高く上がるので、リアステに閉店ぐらいまでいて、テクテク秋葉原駅に歩いていく途中で中央通りから上を見るとビルの上にポカッと出てることがあるので、おうおう、今日も秋葉にいい月が出ておるわいと思ったりしますおうおうおう、満月は夕方上がってきた直後のやつが好きです。好きですうんちくじゃなく地平線が近くて赤くなっている満月はなんだかまがまがしい感じがして気持ちがざわざわしますね、うん、上がってしまうと普通に白もしくは黄色くなってしまうのでちょっと残念。地平線の近くにいるときなのね。そうなんだね。月の模様は餅をつくウサギに見えるそうですが、正直一度もウサギに見えたことがありません。ただ片方のハサミを持ち上げているカニと言われればカニには見えます。なので私はずっとあれはカニなのだと思って生きてきました、うん、お二人は何に見えますか。私は素直に餅をついてウサギに見えますね。私はどっちかってカニだな。カニ、うん、カニってどんな、なんかシルエットが特徴、
こう見たら全然分かんなくなってきた。カニ？たまにカニに見えたんだって、わけ分かんなくなってきた。じゃあもうはっきりとウサギに見えてましたね、単純なんで。まあまあでも、うんうん、ウサギの耳に見えるところが、うんうん、カニに。なるほど、ああはい、こうハサミに見える。こういうことか。カニは中国。そうなの？向こうから。そうそう、国によって違うんです。そういうことなの。やっぱね、4000年の歴史があるからこう食の感じ。ウサギでしょ。上海ガニ。美味しいね、美味しい、ね。他にも女の人とかが。へえ。うん。PS 満月を見てもミリンちゃんは特に連想しません。では。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、続きましてブルーデブムーンさんから。お、もうデブーンさんの。デブーンさんから30分にしてデブーンさんのメールが来るんですよ。いただきました。すーちゃんねむきゅん、こんばんは。こんばんは。すーちゃんもうすぐライブですね、楽しみにしています。 EBK もレッドボール P も出るのかな。そう、出るんです。ありがとうございます。16日にライブがあるんですが、まだですね、うん、何にも決まってない。そういうこともある。そんなことない。あ、ない、なんとなく決まってる。ただですね、まだちょっとアルバムの作業が実は残ってるんです。いろいろとね。今月の28日に久々にというか初めてのフルアルバムをレジガングでリリースするのですが、まだその作業をしてるっていう、うんうん、大丈夫なのか。大丈夫だよ、大丈夫だよ、ね、なんとかなるなる、なんとかなる。ありがとう。特急いける。すごいよね。でもそういうもんだなって思った。うんうん、作り上げてってんだよ。すごいな。で、先日台風の中バルト9に行ってきました。お、ありがとう。電波コネクションを見たのが初めて。映画館でとてもドキドキしました。予想もつかない展開に驚きました。私電波コネクション TVK が映らないから見れなかった。私もね、映んないんだけど一応中の人だから見たんだけど、うんうん、めっちゃ面白いんだよ、うん、見てほしい、うん、DVD 私買うんで、うん、DVD 貸します。チェックしてください。ジェームズ役のネムキンは私の親戚のドレスを売っているヒゲを生やした同じスラックスを履いているおじさんと似ていて、ネムキンとは思えませんでした。あのピュードネムキンとジェームズは別の人だと思いました。そうだよ。ハイタッチの時も親戚のおじさんとハイタッチをしてサングラスで目が見えず大きくなったなぁと言われた気がしました。心の中で吹き替えをしましたよ。そして監督は自分と似ていて同じ体型でした。モカちゃんとエイちゃんの面白ダンスとネムキュンの手のサインあたりを何度もつい見てしまいます。あとピンキーちゃんがどう見てもモノマネとかでよく出てるクリスタルキングの人に似ています。その写真です。あ、すごい似てる、クリスタルキングさん似てる。そういうイメージかもしんないね。でもそうだよね、イメージありそうだもん、それぞれのキャラ。デブーン、かっこムーンのことですか、うん、月に人が一人もいないのかなとか思ったりします。天文の本をたくさん持っていて月のことを読み返したら、月がいつも地球に裏側を見せず表しか地球に見せないのは数十億年も地球の周りを回っていて、自転周期と公転周期が一緒になったそうです。むずい。そんなことあんの、よくわかんない。いっぱい回ってたら一緒になっちゃった。でも確かにその話は聞いたことある。一方の面しか月は見せてこないから、裏側に何かがあるのではないか。でも私なんか家で真っ暗にしてちょっと肌寒い時に、うん、今月面にいますと思ってるんだけど、うん、もうすごい、ね、月の裏にいて凍え死ぬかもしれないけど、うん、私は今は死なないみたいな妄想してる。ゆめさん、辛いことがあったら何でも言ってほしいの。え、聞くよ。いやいやいや、楽しんでやってるの。エンジョイしよう。私結構ね、正直家にいてそういうことやってるのが一番楽しいよ。そうなのか、うん、あんまり考えたことなかった。土星の和をガルボ的に食べたり、うん、それはなんか思う。で月面の裏に行ってやっぱ寒いよなみたいな、でちょっと着込んでみたり。なるほど、ちょっと私の想像力がですね、拙いもので、楽しいよ、みんなやって。じゃあ行くか、月。
が月の裏側か。ちょっと明るいな。思ったより寒いね。いや今ね、くぼみのね、ちょろっとしたところに腰掛けてる。くぼみ割といい。意外といい。意外とお尻に刺さらない。いや果てしない。ザラッとしてるね。ザラッとしてる。ザラッとしてるね。静かですね。うん。ストフィクでも聞くか。好きです、ストフィク。触れたい、触れたい。ブワンブワン。どんな音の聞こえ方するんだろう。そうだよね。なんか漫画とかであるじゃないですか。月にもう人が住んでるって設定で。重力が地球よりも少ないから背が伸びるとか。へえ。なんかそういう話があった。ほい。僕も月面妄想をやってみます。やってやってめやって本当にやってほしい。頑張ってるけど超いいよ。超いいね、最高。あ、超いいね、最高のベルトしてる人見たよ。シャワルビダチェンジ指輪やってこれザってやってくれた。いいなぁ。 あれなんかカシャカシャンってやつだ。そうそう、もうこうなるやつ。そうそうそう、いいよね、あれ本物っていう、うんうんうん、イベントに出たんだけど、そこのなんかベースでヘルプできてる人がなんかライダー系の方と。ライダー系の方なんやってた。へえ。私はまだちょっとライダー初心者だいいな続きまして、じゃじゃじゃん、お、初めての緊張の初お便り。お、お名前、お名前、お名前ないかも。タロさん、ピオさん、ネムキュン、こんばんは。あ、あれ、こんばんは。ユウが二人そわそわ。あ、これがタロさん。あ、タロさんこれがネムさん。ネムさん、ダブっているのはネムキュンの声を2回聞くための仕様です。なるほど、タヌさん。はい。ピオさん。はい。ネムキュン。うん。こんばんは。こんばんは。返事するっけ、いつも。ビビりながら、初めてお便りを書いてみました。クリッシュ、クリッシュと申しますです。もういい年のおっさんなのに、ヒッキーでビビりなもので未だにディアステに行ったことがありません。いつか行きたい。ネムキュンと話をしてみたいと思っているのですが。そこでいつの日か行く日のためにディアステについて知りたいことがあります。はいはい。ネムキュンに会いたくて行くのですが、出勤しているフロアに行けば話せるものなのですか、それともネムキュンがいる場所の前の席とかに座れないと話せないのでしょうか。そうなんです。わあ。まずネム席の前売り券っていうのがあって、それを私が毎回売ってるんですけど、こらー最近興奮してきていいお小遣い。やってないでしょ、そんなこと。それいいな。それいいね、私がやりたい。寝不席欲しいんでしょ。あるよ、あるよ、あるよ、あるあるよ、寝不席あるよ、あるあるよ、あるあるよ、まだあるよ。あれもう眠ちゃんまで1メートル、あるあるよ。普通にですね、ディアステージで私が働いてるフロアに来ていただけると、はい、まあ、絶対話せるとかいう感じではないというか、なんというか、まあ大体、まあ、ただ働いてるだけなので話せるっていうもの、話し込むって感じじゃないんですけど、でもまあ大体美味しいですかとかは絶対皆さんに言ってるんですけど、もしなんかこう聞きたいことがあるとかだったら、あのこれはこうでしょうかって聞いてくれるとお答えします、うんうん、おすすめはカウンターに座ってずっとこうしている。あ、そうだね、カウンターに座ってこうやってくれると、あ、タヌピオの人なんだとバーっていきますねっていう感じで、はい、大丈夫かな。で、あともう一つ、自分は結構な禁煙家です。禁煙席はあるんでしょうか。正直ね、禁煙にしたい、難しい、喘息になってしまったので、うん、ね、今は出勤が危ういですよね。そう、難しいところで基本的には働いてる女の子がみんな歌を歌うので、本当はちょっとご遠慮いただきたいんですが、お酒も出してるし、お食事も出してるので、そうなんで難しいかなっていうのもあって、なんか私からの相談なんですけど、うん、禁煙にできないでしょうか私ディアステージで働きたいんですなんかね、スペースを作れたらいいよね、この辺だね。そうなん、ディアステに来るとやっぱりね、煙で咳が止まらなくなってしまって、そっか、歌が歌えなくてお休みをもらったりしちゃうという悪循環に
なんか悩んでるんです。この2階の奥のカウンター席だけもう窓を開け放して落ちちゃった。どうしたんです。落ちない、スパフワーいや、そで、あそこの3席だけが吸えるなあ。で、なんかこう透ける布みたいなので覆いまして、うん、寂しい。蚊帳違うよ、なんかそこだけこビニール、なんかそうだね、あのビニールで覆ってる居酒屋っていうみたいな雰囲気にして、外の風寒いけどうまいわみたいな、ホタル族みたいな、そういうのある。難しいよ、禁煙にしたいよね。うん、でもね、そのタバコを吸ってる人の気持ちも分かるの、吸いたいっていうのも。お酒出てるしね。なんかね、分かんないけど食後に吸いたくなるんでしょっていうのよく聞くから、なんか、ベランダ作れればな、ね、やっぱり歌歌ってると喉がやっぱり確実に荒れちゃうんだよな。難しいね。なんかこう張り紙してみようかな。夢見ねむ署名のお願い禁煙署名。禁煙がいいな。禁煙というよりは喫煙スペースをの隔離かな。隔離してもこんなワンフロアだから意味ないよ。なんか1階の入り口付近とか。でもな、ここがリアステージか、入ってみよう、ブワーっていうのも嫌だ。そうだね難しい。でもまあ歌うとこだからなっていうのはあるな。しかも実はそのずっといるからさ、運んだりして。そうなんだね。吸い続けなきゃいけないから、ね、難しいんですよね。電子タバコか。電子タバコ。ディアステージってロゴ入った電子タバコ売ればいいの？ディアステージ禁煙応援キャンペーン。いいね。ポイントもらえるんだ。あの人いつも吸ってたのに。ネムちゃんのためなら我慢するよ。泣ける。ポッキーください。あー嬉しい。そんなあなたにはネムポイント1ポイントゲット。あげる。わーやった。ネムの喉が救われた。いやーよかったっつって。でもともと吸わない人たちが、お俺たちもネムポイント欲しい。ポッキーください。ブク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 。こうかな。こうかな。吸ったことないけど。ポッキーを吸う。カリ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 。ああいうの流行ってるんですか？ディア食べみたいな。謎だな。なんか平和に解決できるといいんだけどな。うん。水タバコか。いいね。水タバコって煙出ないの？よくわかんないんだけど。あ、ディアガールはみんな私タバコ吸わない人が好きなんですと言えばいいんだよ。そうだよな。タバコ吸ってる人ちょっとね。やっぱ。タバコ吸わない人ってかっこいいよね。というわけでもないんだけどあんまりこだわりないけど、なんかこうただこう喉に来るっていうだけなんですよね、うん、別に吸ってくれてもいいんですけど、まあ、今はでも、うん、なんていうの、喫煙者はどんどんこう押しやられているから、うん、なんか大変そうだよね。この間、リュウ君と原宿歩いてて、うん、なかなか灰皿がない、うん、灰皿スペースがあるところじゃないと吸っちゃいけないそれずっと探しててそういうもんかねって。今、タバコ捨てましたえらいえらい、ネムポイントはいっぱい、ネムのためにタバコやめる、えらい好き、えらい、嬉しいな、それは。電子タバコに通食券をつければタバコが結構歌い手にとっては難しい環境だったりはするのです。そうよね。私が吸えばなんか気持ちはわかるのかもしれないんだけど、吸わないからな。副流煙はなんか違うんじゃないっけ。違うんだよね。よろしくお願いします。スリスリスタバコね、何が美味しいのかわかんない。一回挑戦したことあるんだけど、全然美味しさがわかる。でも一口だけ吸ったことあるけど、うん、その後ご飯が全部、うんうん、苦くて、うん、なんか自分の中が煙たくて、ずっとベロを洗ってた。
フィルターの滑らかさにこうやってるこうフィルターツルツルツル、フィルターの中にさ、なんかプチっていう、そうなんかあるよね、あれだけやらせてもらいたい。いやいや、それだけやらせてもらいたいそれはやります。ひどいよねおい、お前タバコ持ってんだろ、出せよ。ありがとうよ。かわいそうじわーってなるのかな、なんかどうなってるの、ね、どうなるんだろう。すごいそれ、面白そう。そういう感じで、うん、あ、そして、クリッシュさんが恐れ多くも向上を考えてみました。ありがとう。一応皆さんの内面的な部分を考慮して考えました。電波組インクですね、今工場を皆さんから募集しております。はい、勝手に私がやってるだけなんであのメンバーは知らないんですけど、うん、勝手にやってます。それではいきます。触るよ、尖るよ、繊細モガちゃん、騒ぐよ、跳ねるよ、末っ子ピンキー、みんなの太陽、元気なエイちゃん、おにゃの子大好き、ドジっ子リサチ、怒るよ、食べるよ、面白眠る、なんか雑発だけ雑じゃないみんなやることじゃんそれ。お胸が二次元、顎どこ、みりん、やめなさいみりんだけ全く内面じゃない、みりんだけディスでしょ完全に外面じゃない。ただすごい良かったです、めっちゃありがとう。これはちょっとなんかこう参考にします。怒りの食べるよ、面白い、ねえむけー。お胸が二次元はちょっとねあの言えてるけどね、泣いちゃうかもねある意味もがちゃんだってお胸が二次元なので、確かに二次元には無限の可能性がある意味、ある意味まちゃんとしたのは才能あふれる企業さんが考えてくれるでしょう。長文失礼しました。ではでは、ありがとうございます。ありがとう。お、みんなタバコやめるタイムラインになってる、嬉しい実は推しの女の子の喉を痛めてると思うとタバコが喉を通らないみたいな、期待してます。だってそれだけさ、タバコって400円とかするんですか。多分400円です。1箱やめたらチェキが1枚かい。でもそう、誰かも言ってたんだけど、何年も吸ってたけど、うん、やめたんだけど計算してみたら車買えたなって言ってる人がいて、うえーってなったそんなこと言ったら私もこのね、シェリーメイのね、うん、着替えを買わなきゃ自分の服が何着買えんだっていう話はありますそれはシェリーのためだから、シェリータン、シェリータン、くちゃくちゃ、うや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 、やめろー、ボスとボス、ボス飛べる嬉しいましてのお便り、ショウさんからのお便りです。タラさん、ピヨさん、こんばんは。こんばんは。さて、ねむちゃんは今年の天一の日はこってりを食べに行くことができましたか。食べてないよ。10月1日なんか行くと無料券くれたりするんだって知らなかった。王将で餃子食べました。いいね、私も今日は餃子を食べました。でも、もう行けなくても大丈夫。うん、ベビースターでもこってり味が発売されました。やったー。これでいつでもどこでも天一の味が楽しめます。ほんと、いずれにせよ、ねむダイエットにはなりませんね。あ、ちなみに今年のくじの景品はこちらを参考。今年のくじの景品、ちょっとあの定置関係者さん見てない体で言うけど、いまいちじゃない。なになに、くじの景品が毎回あんの。今回ちょっといまいちじゃない。スマホポーチ、スマホ手袋、メモスタンド。スマホポーチ、スマホ手袋はいらないじゃん、とりあえず。これはオリジナルグッズだって。メモスタンドはちょっと欲しいけど、メモをスタンドすることがない。まあね、あんまりね。いつもね、どんぶりとかなんだよ、ちっちゃいどんぶりとかで可愛いんだけど。いいでね。スマホのポーチってどうしたら。やはり今時代はスマホかなって思っちゃったんじゃないですか、ね、なるほど。なんだろう、画像が。お金の話になると、出痩せに行くのをやめれば、うん、一日の食費、はあ、まあそれはもうじゃあしょうがないって話だからね。難しいんだよね、別の話ですね。エンタメに払うお金は難しいところだね、うん、生活費とは全く違うもん、うんうん、でもな、私もプロレスとか見に行って結構お金を使ってしまうのですが、やっぱ行くと超頑張れるから難しいわね。うん、
まあそれはもう自分のさじ加減ですよね。俺もやるぜってなるからね。私も出会ってのなんとかでとかの衣装にめちゃめちゃ使っちゃって、結局時給意味なしみたいな時あるからな。分かる、そういうのは、うん、ガールたちも逆にそうですよ、金を払ってきてくれるお客さんに、まだ若手の出だしの子もいますけど、練習したい、衣装を振ってみたいなと、あとね、ステージメイキングをみんなしています。そうです、楽しんでもらえるとね、いいんだけど、まあ、それで楽しくなかったら私たちの努力が足りないということで、ね、ことなので、それはみんなの気持ちで来るか来ないか決めてください。難しいとこなんだよな。なんか出会せて突然変な面白いことするじゃん、うん、今日はやめとこうかなって思ったら、そんな変なことしてたの行けばよかったみたいなのをさ、ね、たまに見かけるんだけどさ、本当に変なことしてるんですよびっくりしちゃう、本当に。出てるみたい。出てんの？で、ゆめみさん出んの？私チェキ取るっぽいね。なんかで、ね、デッパバーっていうのがあるらしい。でもデッパバーを考えてたのは本当に結構前で、うん、みんなで、うん、デッパで集まって、てかタンガちゃんと、うん、坂にネムさんはなんで歯が出てるのに、うん、シャメが可愛いんですみたいなこと言われていや、頑張って歯をでもちょっと出てるもんね。隠すなり生かすなりしてるよ、うん、みたいな、うんうんうん、歯の生かし方を教えてほしいですみたいになるほど、歯の生かし方を教える鉄パバー違う、あ、違うで、私の歯のチェキも多分入りますね。おお、うん、私もね、誘われたんです。ははデッパーだもんね。デッパーなんだよね。あのね、この間ね、歯の、なんだっけ、噛み合わせのテレビがやって、割り箸にね、割り箸折った1本の方に真ん中に線を書いて、うん、それを加える、うん、で上の真ん中の線と下の真ん中の線が噛んだ時どれくらいずれてるを修正しろってなっちゃう。でみんなこうやって噛んだら、あ、この辺だなとかなる、うん、なるわけなんだけど、ちょっと右だなみたいな。私出っ歯すぎてこうなってて、だって、見える、上の端しか見えない、線が見えないぞって、ってなって戦慄しましたいや別に、まあ、前の方で噛めばいいんだけど、でもまあ人ごとじゃないなっていう感じはしますね。強制でもしようかしら。遅いよね、でもうちら。そうなのよ、今さらやっても感はあるよな、ね、しかもほんと痛いらしくてさ。ね、そうだよね。なんか豆腐も噛めないっていう、怖いね。出っ歯で深夜は長いぞいや持ちますよ、日本有数の出っ歯のね、武勇伝を。あれも痛いな出っ歯バー。出っ歯バーって何よそういう話で。ではでは続きまして、あ、トッチーさんからのお便りです。眠気のスーピア、こんばんは。こんばんは、トッチーです。今夜のテーマ月ですが、何年か前、まだスーパームーンを知らなかった頃に、ものすごく大きく赤く光る月を見てすごく興奮したことがありました。僕が住んでいるところは結構山の中です。天気がいいと月や星がすごく綺麗です。先日の台風の後も綺麗でした。毎度写真を撮ろうと思うのですが、携帯カメラだと星が映らないというオチが、ね、そうなんだよね。それでは今夜は母族にアルチューっぽいですねと言われた焼酎を一杯だけ飲んで寝ようかと思います。ではどういうこと、アルチューっぽいって何、焼酎って何、何それすいませんね、すいませんそれではスーパームーンってなんだ、あ、すごい、もうでかいやつ、もう月の中の月ですよそんなこと言ったって、月はいつ、素直みたいな、素直の中の素直です。そう、こちら今の私はスーパースナオ 120% だ、ぐん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 もりもりブインブイン。スーパームーンとは、うわー、強制めっちゃ痛いんだって。ピーク時はゼリーしか食べられない。うわーピーク時とは、ピーク時がどんだけ続くの。やったね。スーパームーン、月が地球に最も近づいた時、満月もしくは新月の形になった月の姿、またはその現象をスーパームーンと言います。
2011年3月20日には19年ぶりに356,577km まで接近した満月が観測され、 NASA の発表によれば最も遠くにある時の満月よりも約 14% 大きく 30% 明るく見えるということで、それすごいね、 14%、30%、100円が130円、サヌピオで見るよりも 14% 美しく 30% 可愛いスーパータヌピオ、スーパータヌピオです。キャ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 、本当はもっと美しい、そうそうよ、多分正直画像を荒くしてくれてるからこっちの方が可愛いと思うな可愛く写りたいわ、難しいわ、うん、にゃん、天体の公転軌道は深淵ではなく一般に楕円を描きます。月の公転軌道も地球を焦点の一つとする楕円を描いているため、あ、そうだよね、確かこうだ、うん、天体地図じゃなくて、よくある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 リカは得意じゃない、何か月のうんちくはあるのでしょうか。ここでね、はい、一つ賢くなる、おいいでしょ、中秋の名月と月見についてのうんちく、おいきなり出てきたお供え物、お供え物はしないまでも意識してお月見をしてみてはいかがでしょうか。中秋の名月、中中心の中の秋と仲がいいの中の秋の違い、あ、なんか言葉で言うのが難しい。一般的に中秋の名月は旧暦8月15日に見える月のこと、なんかわかんない難しくなってきた中秋にお月見をするのはなぜでしょうか。だらん、なぜ、夜が長いから、ヒントは夏が終わって、うつうつになっちゃったの昔のことだよ、すごく昔のことだよ、そういう涼しいそういうなんていうか、そうそう、なんかイベントをするときは何か節句、なんて言ったの、菊の節句、菊は11月だっけ、わかんない、はい、では中秋にお月見をするのは、生きててよかったねみたいなまあまあまあ、すべてはそういうことなんだけど何もかもが大体そういうことではだけど、はい、夏の作物の収穫もほとんど終わり、稲刈りをするまでの手の空く時期に稲の豊作を祈るお祭りを行ったことが始まりとされている、すなわち畑作儀礼というかなだったと考えられていますが、実際に正確な起源は分かっていません、稲じゃなくて芋の収穫祭かもという話もある、中国からの捉え説も有力、月見団子はもともと里芋だったらしい、あ、そうなんだ、そっちの方がいいな、私、里芋食べたいな、里芋食べてないな、私、夢見県で芋煮だった、あ、いいね、うん、美味しかった、最近お料理をよく作る、お、なるべくなんていうの、同じものばっか食べないように、そうね、適当な勢いで物を買う、なんか全然やり方とかわかんないけど、豆苗、美味しいよね、豆苗、美味しかった、大好き、私ベーコンと炒めるのが好き、豆苗はそのままでも食べれるし、なんか初めてくるしね、そうそう、初めてさ、そういうさ食材を見た時にとりあえずググると、だいたいこんな栄養が素晴らしいみたいなページが絶対どの野菜でも出てきて、マジ最強じゃん、豆苗買おうみたいな豆苗すごい、
でも何でもすごい、もう人参最強じゃんみたいな、うん、トマトいいじゃん、じゃがいももいいね、うん、カレーうめえ、カレーだカレーになっちゃうわな、あれもこれも体にいいっていう、でも食べたい、ネモさん眠そう、眠いなり、お眠いの、おお、まさかの、そろそろ終わりです、あそうでした意外と早い、今日なんかぼんやりとしていた感じがね、ごめんぼんやりしてたのあ、いやいや、じゃあもうちょっと読もうかな、ノンシュガーさんからのお便りです。そちゃんねむけん、こんばんは、こんばんは、なんだか最近朝だと寒いくらいですね。そうだな、10月から私服で職場に通っているんですが、半袖か長袖かで迷いまくります。お、ねむきゅん、一応ユニット名を送っておきました。ロドリゲス一押しです。なになんでロドリゲス、なんかね、うん、リンクっていう、うんうんうん、リンク福岡の、うん、この地のユニットがあって、でそこの171センチある子がいて、うん、くるみちゃんっていうんだけど、うんうんうん、その子がで、なんか喋りも面白くて、うんうん、すごい好きなんだけど、うんうん、一緒にこう高身長でなんかやろうよみたいな、うん、バニビさんとか的な、あ、なるほどなるほど、感じでユニット名を募集してるわけ、くるみもちが可愛いかなって今思ってるんだけど、いい、ね、ロドリゲスなんで、いいね、同じ語の文字だし、くるみもちロドリゲス、なんかでもこうでかい感じをアピールしよう、スーパーラージみたいな、うんうん、私はグランデがいいかな、グランデいいね、タルタル、そしたらなんかくるみちゃんがアホで、うん、グラグラググラみたいになってやめようって、グランデって言ってみ、スタバでおおでかいラペチーノ食べきれないよなりそう、うん、そしてスーちゃんも来週にはアニメ主題歌だったり、その後も CD 発売、いろいろ楽しみです、ありがとうございます、盛りだくさんやね、10月にですね、突然私の新しく発表する曲が多すぎて、ほう、まあ、いろんな去年から作ってたようなのも中にはあるんですけど、うんうん、でもなんていうの、こうネットでは聴けたけどとか、ゲームで聴けたけど売ってなかったとか、そういうのもいろいろ集めると、うん、なんだかんだでいきなりなんか新しい感じで10曲近くをわっ聴いてもらうことになると思う、すごいね、アルバムバラバラに聴くみたいな、うん、まあまあ別のところのものを歌ってたりとかもあるし、レジラングだけじゃなくて、ピカソもあるし、いろいろあるんです、ぜひ何かお気に入りを見つけてもらえたらと思います。全部全身全霊で歌っておりますが、難しい歌もいろいろあります、なんか難かったり素敵だったり、うん、そうなんです、まだこれから撮るやつもあるんで、おまだまだいろいろあるんです。でテーマが月ということですが、先日の中秋の名月の日には台風でリハしても連休になっちゃいましたね、お休みでしたね、久しぶりに、たまに、基本的にそう、リアステージはお正月元旦くらいしかお休みしないんですけど、たまにそういう悲しいお休みがあります。私もなんか、うん、映画館に行く途中で、スタッフさんが、うん、みんなのお客さんとか、うちの子の安全のためにお休みですって言ってて、そうだよな、ピボーってなっていきましたとりあえずバルトナインだけでも危ないからね、安全はやっぱり、うちにお客様が、ね、飛んじゃったらとか、飛んでくるのが嫌だよね、危ない、例えば濡れた雑誌が飛んでくるとみたいな実験してて、うん、風速何メートルの場合、ガラスガシャーンみたいな、うわー怖いよー、怖いねー、恐ろしいよ。で結局深夜には空が晴れ、台風が去った後の綺麗な空に美しい満月を見ることができました。綺麗だったよねー、見た見た。ちなみに月は見れないと思っていたので、一応みりんちゃんを見ながら団子を食べるのもやっておきました。ほんとだー、画像の参照すごいですねみりんかわいい、かわいい、団子もかわいい。月は人の生活に影響を与えているとか、いろんな説があり、本当に神秘的だなと思っています。海の干潮や干潮満潮に影響があるだけでも十分に影響があるなと思っていたり、高校の頃はよく月を見てチャリをこぎ、いろんなところに使ったものです。
学徒やアリプロジェクトなどは月に関わる歌も多かったり、そういう雰囲気も好きでよく聞いたりします。なんだか話が取り留めなくなってきたので最後に一言、ビバみりん。ありがとうございます。みりんで締まりました。そんなわけで来週はじゃじゃじゃん、来週は10月10日と体育の日だ。10だね、ほんとだ。体育嫌い。体育は好きだったけどでもキックベースとかドッジボールとかプールとかかな。マラソンとか嫌い。長距離嫌い。長距離は嫌なんだよね。校庭何周とか、そもそも動くのが嫌。もうさ、全然走りたくないからさ、なんかいろんなものをみんなで開発する。こう体をとりあえず前に倒すと転びたくないという一心でこう勝手に足が出るから、その力を使って走るとかをすごいみんなでいろいろ。それすごいね。なるほど、なんか逆に疲れるみたいな。確かにこんな斜めを保つ姿勢が辛いもんね。それをずっとやっていったな。じゃあ体育の思い出。そうだね、私は他のクラスの子とかが見に来るぐらい面白かったみたいですね、体育は。そうなの？どういうこと？ゆめみがさあ、ぶつぞわら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 みたいな。大丈夫？スカズコみたいな。うわーいみたいな。かわいそう。いじめられてないんだよ、全然。そんなことないんだけどなあ、かわいそう。大丈夫だよ。私はですね、中2くらいの時、同じくらいの高木さんがね、中2にもかかわらずとてもグラマラスになって、長距離走を一緒に走っている。なんていうか、ゆっさゆっさ あれすごい、あれすごいなって思いながら走ってます。それではそんなキュンとする甘酸っぱいお便りなの。今のエピソード、女子のエピソードじゃなかったでしょ。女子でもドッキリするぐらいのね、揺れでした。でも高木さんはお笑いが好きだったから、いつもネタとかの話しかしない。この人こんなに面白いのになんてグラマラスなのみたいな。噛み合ってないよ。あ、面白いんだ。すっごい面白い。ではどうぞ。一緒にゴールしよう。あるね、あるある。一緒にゴールなんてしないよ。じゃあ体育の思い出や体育にまつわる、スポーツにまつわるでもいいかな、お便りをいただければと思います。どうしたの？体育やだなと思って。では来週は、はいはい、来週はこの時間体育の授業です。お、吉川さんブルマスか。あ、持ってない。たまにはさ、カメラの位置を変えてさ、腕立てとかしよう。やだ、やろうやろう。やりたくない。腹筋とかしようぜ。やだ、やるぞ。全然やりたくない。やろうよやろうよ。やりたくない。やるやる。やらない。やるよ。やらない。あ、じゃあ私2回目でやればいいじゃん。ん？ってこと？スイッチングをボタンにやってもらって、私がいて離れて一緒にやらない。タヌピオやろうが。タヌピオやろう。じゃあ、ゆるいのにしよう。背筋ならいいよ。体前屈とかさ。まあ、よかろう。大変な、このラジオ。ゆめみ様のご機嫌を取らなければ。ゆめみ様、この腹筋を超えたら、美味しいおやつが待っていますわ。そんなに。めっちゃ踊ってるやん、いつも。踊りは別だもん。2ステップ勝負。いいよ。みんなの投票でどちらの2ステップに魅力を感じますか？絶対すーちゃんだもん。そういうのだって、テチって魅惑のテチップやるでしょ。そうだよ、やっぱちょっとね、次は来週はちょっとそれで3本勝負くらいしよう。まあ負ける。じゃ私が勝ったらブルマになりますみたいな、そういうのやるもん。なりましょう。え、そんなんレムに入れるじゃん。
でも勝ちたくもない、別にこれやりたくない。楽なのにしよう。なんかボールをカゴに入れるとか。あ、いいね、いいね、やろうやろう。なんかじゃあ来週は上下ジャージで上下ジャージではい参加したいと思います、はい、皆様からのお便りやリクエスト競技もお待ちしております。ジャージ持ってないな鼻息ステップ反復横跳びとか。あー場所が結構いるな。広くないとダメだ。わかんない、やりたくないな。そんなに眠そう。じゃあひろみさんがそろそろ電池切れということどういう顔なの。そそ終わりにしたいと思います。来週は体育の話題です、はい、盛り上がっていきましょうジャージは着てないかもしれないですけど楽しみに。ジャージあったかな。持ってない。上にあるよ。そうだね。ではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手はヨシカスノとイムミネムでした。バイバーイ、はい、最後まで見てくれてありがとう。